本校ではシーラ・シルバーマンらが起こしたバイオテロについて解説する。1984年、ラジニー氏の弟子であり、彼が率いる教団の運営トップでもある。シルバーマンは仲間たちと共に、アメリカ合衆国オレゴン州のレストランでサルモネラ菌を使った無差別バイオテロを起こした。750人以上の地元住民が食中毒になり、うち45人が入院した。 当初は、集団食中毒であると考えられ、原因解明には1年にわたる警察の調査を、要した。死人こそは出なかったものの、アメリカ史上最大のバイオテロとして認識されている。事件の場所となった、レストランサルモネラがばらまかれた、サラダバー20世紀のバイオテロ、犯罪を研究するアメリカ大学のセスカルスの、研究によると、ラジニーシップーラムの、 運営トップのシーラ・シルバーマンが計画を立てたとされている。1984年、オレゴン州マスコ・グンザ・ダルズのレストランのサラダバーでサルモネラ菌による食中毒が発生、751人の患者を出す広がりを見せた。事件の翌年、運営中枢のシーラをはじめとする幹部たちが警察の逮捕が間近との情報を受けて出国した。ラジニー氏は オレゴンでは4年間沈黙していたが、この事件では記者会見を開き、幹部たちの引き起こした、この事件について、FBI の調査に協力した。調査の結果、コミューン施設でサルモネラ菌製造の秘密工場が発見され、デ子シュたちの証言から、シーラたちらが、次回の選挙で住民を病気にして、投票を邪魔するための実験として起こした、バイオテロだと分かった。 オレゴン州とアメリカ連邦捜査局はラジニーシップラムの秘密の実験室から開封されたサルモネラ菌入りバイアルビンを押収し、これは食中毒にあった患者由来株と生科学的遺伝学的に区別できないという調査結果になり、シーラたちが故意にサルモネラ菌をサラダバーに汚染させ食中毒が発生したと結論付けた。サルモネラ菌は ラジニー氏のコミュニティを視察に来た軍の委員二人にも使用されたという。事件の使用メンバーだったシーラとサルモネラ菌製造の中心人物ダイアン・イボン・ヌオナンが逮捕され、懲役20年の実刑判決を受け服役した。模範囚だったため、29ヶ月で仮釈放されている。ありがとうございます。